終わった、完全に終わった。楽園という名の地獄です、ここは。というわけで、おハウザラビットマンのウサゴンです。こんな顔だったっけ僕。以前の動画でちょこっと触れたので端的に言いましょう。花を植えすぎて島に来るから全員海鮮落ちするようになりました。ただ昔は他の方の島に僕が行っても海鮮落ちするぐらいだったので、それがなくなるくらいには花を減らした方なんですよ。これでも空いてる時間見つけては撮影以外で花をちょこちょこ減らし続けること計1時間。そろそろ誰か島に入れるんじゃないかということで、ゆとまるを呼びましょう。今深夜1時だけど。あれさあ、どうにかしてくれ。こんな感じにこの世の人間が入れないこの島を天国島と名付けて、今からこの天国島を現世に存在できるように花を摘んでいこうと思います、一人で。というわけで、僕から言いたいことは2つです。まず1つ目は、絶対に花を島に植えすぎないように。もはやこれが全てですけど、そして2つ目は、僕がこれから何時間もかけて花を回収していく滑稽な様をどうか見届けてください。笑ってください。笑えねー。というわけで、やっていきましょう。始まったわ。おい、大乱闘スマッシュブラザーズ、おい遊びよって。今メンバー限定生配信してるんですけども、みんな僕のことを笑って見てるんだろ、この滑稽な様を。笑うんじゃない。中学の時の部活の顧問の矢野先生のモノマネが出てしまった。何をやっているんだ僕は。花を何時間もかけて植えて、何時間もかけてそれを回収するっていう、動物の森の遊び方分かってない人みたいになっちゃってるじゃん。なんかすごいの売ってるなこれ。これ何？これ顔。あ、トイナオーディオ。誰か来た。琴乃さんにゆとまるコードを見てもらおうか。うんうん、なるほど。素晴らしいです。まさに私が思い描いていた理想のコーディネートで、絶対嘘だろこいつ。お世辞が過ぎる。私もあなたのようなセンスを身につけていきたいです。これね、多分モデルがいいんだと思うんだよな。ウサゴンっていうモデルが。これが目がまん丸のサイコンスみたいなやつがつけてたら、だいぶキモいと思うんで、何も考えてないからだいぶキモいとかかわいそうなこと言っちゃった。参考にする人間を間違えてる。間違えてるわけないじゃないですか。持ち物増えたんだけど、おい。ケイトのサングラス、化粧品か。いらねえ。まあいいや、じゃあこれでやってくか。完全に不審者だけどな。人が来れば速攻終わるんだよ。労働力、カモン。オブザ。労働力。それまでの辛抱だ。カモン労働力っていう曲作るそう。隣の人がなんかさ、DIY やってる気がするんだけど、朝に、カン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 って言って、毎回僕それで起きるんだけど、リアル動物の森やってると思うんだけど、隣の人。だいぶ撮ったと思うんで、一旦一人呼んでみますか。どなたか来たい方いますか。大丈夫ですよ。優しい、アットホームな職場なので、楽しんで労働しましょう。おい、誰か行けよ。誰も来ないんだが。ブラック精神を押し続けたブラック精神を押し続けた。ちょっとごめんごめん、言葉がまとまって。右下にさっきゴミ箱送ったんで、誰か来たー。フレンドコードの説明して開いたらいつの間に誰か来てたんだが、リアクション取れなかったんだけど、頼む行ってくれ。この人が来れたら僕はもう働かなくて済む。これは来たんじゃないか。サングラス揃えなくていいんだよ。重い重いぞ。あー、助けてくれ。草じゃなくて花。やかましいコメント、お疲れ様でした。まだやってやる。これさ、ずっと一人だったらどうする。人が間延びするの良くないからさ、ここらで人来て展開に変化をもたらしていきたいんですけど、ここは誰も来れない別世界なのか、僕は現世に存在しない世界を作り出してしまったのか。初対面の熱盛実況者とせっかく仲良くなれて、ウサゴンさんの島ってどんな感じなんですか、言ってもらっても、いやちょっと僕の世界この世にないんでつって断らないといけない。そういう断り方をして、こいつやべえなってなって、交友関係はどんどんなくなっていき、最終的に一人になって死ぬ。草、草じゃなくて花だって。ほんとすごい花の量で花。
なんだその日本語は。ちゃんとした日本語を使え。草。草じゃなくて花だって。なんでキャビア降りた。キャビアの聞き察知能力良くて草。花だ。うるせえ。この配信者うるせえ。頼む、回線に耐えてくれ。耐えろ。ちょっと回線確認スコップ。あーやばい、これはやばい。ぐるんぐるんしている。あー終わりだ。僕は一生孤独なんだ。ここ綺麗で好きなんだよな、広場の前の花。ウサゴンさんに花が綺麗だという感情が残っててよかったです。僕どんな風に見られてんの？あるよ、むしろ感受性強い方だわ。今日の株価一応聞いてきますか。僕だったら500何ベルとか余裕でくる。高っ。高いよみんな。ただし、誰も島には来れない。3度目の挑戦だ。これでいけなかったら僕はこの作業最後まで一人を確保する。踊ってるキャビアが憎いわ。なんで雨の日にこんな踊りができるんだ。異常事態だぞこの島。分かってるのか、その顔やめろ。よし頼む、4回目の挑戦頼むから耐えて。さあ確認チェックのスコップ、はい。お疲れ様でーす。不審者ドリルでーす。え、掘れた、掘れた、耐えた、やったー、やったー。一人来たー。これはドラマ、株売りに来ました。働け。あれ来たー。この調子でどんどん人員を増やして一気に終わらせるぞ。そして僕は休んでスマブラするわ。そう、スマブラ大会したいわ。おーい。同じ格好で来るな。分からなくなるだろ。メンバーの人とかに島を荒らされる心配がなくていいわ。だって荒れてんだもん。やばい、なんか脳が死んできた。急にもう僕は限界だって脳が言ってる。おい脳、ほら限界だよ。なんだお前は、デュエルするか。同じ顔してるようで若干メガネの色違うのか。間違い探しの領域やんけ。わかんない。誰誰。島になんか知らん人いるんだけど。僕も十分不審者だったけどさ。誰やねん。泥棒しそうな見た目でめっちゃせっせく働いてくれてんだけど。進んでません？結構終わる予感してる？急に終わる感出てない？あれ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 。左側結構あったな。左側結構あったと見せかけて、あーありますね。めちゃめちゃ早送りしてるから絶対に伝わってないだろうけど、この勇者は見届けてほしい。せめてせめてこの早送りだけでも見届けてほしい。なんでサバカーさんは僕ばっかり攻撃してくるんだ。あれ嫌な予感がする。なんかすごい嫌な予感がした。でもさっきアハヒンさん来たからそこでセーブされてるよね。セーブされてるから大丈夫だよね。でも頑張ってる感出すためにセーブはしてるんだけど、ここはうわーって反応しときましょうか。みんなで どのくらい戻ってる。全然離れないんだけど。うわめっちゃ戻ってる。うわーこれはきつい。うわー回線落ちきついわー。全部元通りだわ。ここで泣いときましょうか。よしこんな感じかな。大根。いや大根役者のことを大根って言わないで。終わるぞみたいなさ展開を入れようと思ってたんですけど、会話に夢中になりすぎて気がついたら終わりそうです。おい。ラストの花が取れない。終わったんだが、あー切り株が。マジでない。
というわけで鼻全撤去チャレンジ3時間12分で終わりました。いやありがとうございました。皆さん今回も濃いなメンツが、よかったら高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。さようなら。邪魔だ。